板倉玲奈レーナは東京都出身の元バスケットボール選手。ポジションは F。和光中学校で2年時にジュニアオールスターに出場。秋田県立の白工業高等学校では1年、先輩である田伏雄太らと共に全国タイトルを6度獲得。2年時には世界青少年競技大会日本代表に選ばれる。法政大学では、 タクシナオトと共ととに1年次から活躍。4年次の2003年、全日本学生バスケットボール選手権大会でベスト4を経験。卒業後の2004年、東芝ブレイブサンダースに加入。ルーキーシーズンから JBL スーパーリーグ優勝に貢献。その後も主力として東芝を支え、全日本総合バスケットボール選手権大会でも2006年優勝に、 貢献した。2008年、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズに移籍し1シーズン在籍。三菱対談後の2009年に、BJ リーグのトライアウトを受験。その後の BJ リーグドラフト会議にて、シガレイクスターズから1位指名を受けるものの、入団交渉は決裂。9月29日、シガと東京アパッチとの間で、シガが保有していた板倉との、 優先契約交渉権と、東京が保有していた、情報ただしの仮保有権。さらに、東京の2009の10シーズン終了後の、新人ドラフト1位指名権との交換トレードが、成立し、東京アパッチに所属することになった。東京アパッチが2011の12シーズン不参加を、決定した後、エクスパンションドラフトで、岩手ビッグブルズに指名されたが契約には至らず、 バジェッツと契約し、2012から13シーズン、終了まで2シーズン在籍した。2013から14シーズンは、埼玉ブロンコスに移籍。2014年8月、NBL のトヨタ自動車アルバルク東京に移籍。2015年退団。ブログでは、日本バスケットボール協会の内紛について、意見を述べたり、BJ リーグの PR も行っている。 2012年度から、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科への入学が決定。2年間は、プロバスケットボールプレイヤーと学生の二足のわらじを履くことを宣言している。2020年、京都ハンナリーズゼネラルマネージャー就任。ありがとうございます。